小山和義、小山和義、小山智義、よ九1983年3月19日体は、神奈川県相模原市出身のオートバイレーサー。2000年の全日本ロードレース選手権、GP125 クラスチャンピオン。からまで、ロードレース世界選手権 125cc クラスに、フル参戦した。愛称は、小山ックス。 身長 155cm、体重 48kg。3歳でポケバイを始める。11歳で全日本ポケバイチャンピオン獲得。中学生でミニバイクに転校する。ミニバイク時代や 125cc 時代は自分でバイクのメンテナンスをしていた。家族のサポートで続けてきたレースだが、1999年8月に、 ヤマハ系名門チームの SP タダオレーシングに誘いがあり、チームに加入した。1999年、全日本ロードレース選手権最終戦 GP125 ツインリンクモテギでデビュー。2000年に史上最年少、当時で同クラスのチャンピオンを獲得した。2001年より g p 2 5十二転向。2002年、2003年同クラス最多賞獲得。 2004年は将来のロードレース世界選手権参戦実現のために再度 GP125 に参戦しランキング2位となった。よりアジョモータースポーツよりロードレース世界選手権 125cc クラスにフル参戦を開始。プライベーターながら2度表彰台を獲得する高成績を残しルーキー・オブ・ザ・イヤー賞を獲得した。は、アジョモータースポーツを母体とする マラグーティワークスチーム、実質プライベータ、マラグーティアジョコルセより参戦。戦闘力の低いマシンで苦戦を強いられたが、は、実力を高く評価した、KTM ワークスチームに移籍。トップクラスのマシンを得たことで、成績は大きく向上し、第7戦カタルーニャ GP で、初優勝を達成した。しかしは、不振が続き、第16戦オーストラリア GP を前に突如、所属チーム、 アイスパ KTM アランを解雇されてしまう。理由は、メインスポンサーであるスペインの電話会社11888からシーズン残りの3戦にスペイン人選手を起用するよう求められたことによる。第17戦から KTM ワークスに起用され復帰したが、結局シリーズ17位にとどまった。は、中国メーカーの論ン,ンに移籍した。しかしマシンの完成度は低く。 エンジンがいつ焼きついてもおかしくなかったため常にクラッチレバーに指をかけて走行するほどであり、感想もままならずリタイア続きでシリーズ24位と結果を出せなかった。は、レーシングチームジャーマニーに移籍し、引き続き 125cc クラスに参戦した。マシンは型落ちのアプリリア RSW125、これは小山にとって全日本時代から数えると、 通算6つ目の命令となった。最新型ファクトリーマシンの RSA125 が多数参戦する中、開幕戦からシングル順位フィニッシュを続ける検討を見せ、チームの地元レースの第8戦ドイツ GP では2位フィニッシュを果たし、2007年のマレーシア GP 以来となる表彰台に立った。この年のシリーズランキングでは八位。これは RSWZ の中ではトップ。 RSA 勢14人中7人を上回る成績となった。翌シーズンに向けて小山はレーシングチームジャーマニーに残留し、最新の RSA125 を借る方向で話が進んでいた。しかし前年ランキング7位のサンドロ・コルテセが20万ユーロ以上、スポンサー資金を持ち込んでチームに加入した。小山はこの影響を受け、 これまでは資金持ち込みなしで話が進んでいたが、新たに35万ユーロを要求されることとなり、交渉は決裂、グランプリ参戦継続を断念することとなった。2011年シーズン、小山は富澤康成が生前所属していた CIP チームよりスペインロードレース選手権、元にクラスに参戦、グランプリ復帰を目指してシリーズを戦うこととなった。 では 125cc クラスの年齢制限の関係で2011年シーズンが小山にとっては 125cc でチャンピオンを狙う最後のチャンスであるため戦闘力の劣るマシンで出ることを良しとしなかったことゆえに元にへのステップアップを視野に入れる必要があったこと CIP 代表のアランプロネックとはアジョ時代から進行がある上小山のマネージメントを担当しているのが 生前の富澤マネージメントをしており、アランとも親交のあった、上田昇であったといういくつかの要因が重なる形で決断したという。さらに、セブと並行する形で全日本ロードレースにも復帰し、JGP にクラスに参戦している。マシンは昨年グランプリ元にクラスで、カレッタテクノロジーが使用していた ICP 製、シャーシ使用していたが、 第5戦のスポーツランドスゴより TSR の TSR6 へと変更している。さらにケナン・ソホグルの代役として、第13戦サンマリの第14戦アラゴンへ、第15戦日本にはワイルドカード参戦という形で、世界選手権、元2クラスにも参戦した。しかしながら、自身の小柄な体型が起因すると思われる、フロントのチャタリング超えたバウンドに、セブ、全日本。 モートジッピーともに悩まされる結果となり、シーズン終盤に解決策を見出したものの満足のいく結果を残すことができなかった。2012年はスペインの H43 へと移籍し、セブへと継続参戦することとなった。マシンは前年に全日本で使用していた ICP 正社足を使用する。なおセブでのタイトル獲得に集中したいという理由で、 全日本選手権には参戦しない予定である。2012年9月14日から16日にイタリアのサンマリノで開催されるミサノ GP より元2クラスに急遽参戦が決まる。レギュラーライダーだったロベルト・ロルフォー選手の代役ということでミサノ以降アラゴン、スペイン、日本、マレーシア・オーストラリア・バレンシア、スペインの計6戦に CIP チームより参戦。 自身のブログでは、安成、2010年ミサノ GP での事故で亡くなった子、富澤安成選手またも、ミサノから俺にチャンスを与えてくれてありがとう。あの時交わした約束は忘れてないよ。天国から見守っててね、俺の走りを。と述べている。実家は、相模原市緑区橋本にある喫茶店、イホロで、彼の母はこの店のオーナーでもある。彼の母は、 テレビ神奈川の情報番組、みんなが出るテレビにも、コメンテーターや情報提供者とて何度か出演しており、親子揃っての出演を果たしたこともある。親子揃っての出演は2006年8月31日と2007年8月21日放送分で、いずれも、橋本七夕祭りのレポート。また、国内限定ではあるが、父親率いる、親戚多数の大応援団は、 様々なメディアで取り上げられるほど有名である。中学時代は卓球部に所属。これはレース中心の学校生活のため融通の利く部活を選んだとのこと。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。